ムーン、前回の追加プレイしていきましょう。さて、研究所にやってきたんですけど、当のその、なんだ、研究者本人がさ、いないんだよね。出かけてんのか、なんか、あったのか。とりあえずあれだね、なんだっけ、花火の、なんていうの、レシピが、分かったので、それを、解くためっていうのかな。それを解くために、とりあえずその花火の方に一旦向かってみましょうか。で、この辺のね、動物も捕まえられるんなら、捕まえたいんだけど、あいつどこだっけ？あれ？こっちじゃなかったっけ？なんか一匹いたよね。で、このさ、浮いてるこいつらは何なんだ？それもまだ分かってないしな。あ、下にいた気がする。あ、違うわ。っていうか、ここなんかさ、ありそうなんだよね。ないのかな？なんかありそうなもんだけどな。で、ここも、名もなしか。で、こっちまで行っちゃうとダメだから。この浮いてる魚も全然わからんしな。ん？なんかいる。次の餌ゲット。やるじゃん。え、なになに？なに？やるじゃんってなに？やるじゃん。え、なになになに？なに？キリキリ虫を集めてるんだ。キリキリ虫ってのは次に使う餌のことだよ。あ、これ、買わなくてよかったんだ。最近めっきり少なくなってな。え、これ、横取りしてるってこと？すごいタイミングで横取りしてるってことだよね。取ろうとしてるところで、横から取ってんだよね、俺ね。あ、ここ、無限湧きポイントなんだ。覚えとこうよ。覚えとくわ。で、ここもなんかありそうな気はするんだけどな。ないのかな。とりあえず先に進んで、花火のとこまで行きたいんだけど、この魚は何なんだ？どうすればよいのだ？で、これもどうすればいいんだろうな。眠れなくなる。何か用？はい。踏み吹きで店休み。眠らすなんかがあんのかな。釣りの餌本当にいらないな。不眠不休で店休みってどういうことなんだろうな。それも意味わかんないよね。花火ってどのタイミングで出るんだろう。クズ花火、あ、そういうこと。これどうやって使うの。まあでもクズ花火は別にいつでも作れるのは作れるか。いつ出てくるんだろう。この辺待ってれば出てくる。ん？ああ、来た。よし。あら、坊や。まだ来やがったの、坊主。ちくしょうめ。ここは遊び場じゃねえんだ。早く帰んな。いや。またただこねんのか。これだからガキは綺麗なんだ。だからお前子供泣くんだぞ。そうだね。花火いじらせてやるから終わったら帰んな。優しいね。優しいかな。優しいのか。とりあえずやるか。一番最初が5でしょ？ 5。で、
なんなん。あ、そっち行くのか。そっちなんだっけ ?4 だっけ ?4 だな。で、8か。8。で、8割る4だから、2。で、1かけ4が4だったから4。で、7引く4だから3か。で、5足す4で9。はい。どうよ。ずいぶん変わった配合だな。ちょっと見せてみろ。小石は4で、硫黄が5。あ、炭酸スチウムが8かけ上がったか。塩基性炭酸銅7見事。三硫化アンチモン抑えつつ、軽関石は9かすげえ。坊主、この花火はすげえ。この配合を応用すれば、闇を照らす花火はできそうだし、宿命。よし、一気に仕上げるぞ。おっと、これは坊主の作品だ。きっと何かに使えるぞ。大事に持って帰んな。平吉の、百尺玉。おい、ありがとうね。この人は必ずやり遂げるよ。歌子。あんた。ああ、勝手に帰るわってこと？ここのこいつも欲しいんだけどな。多分あれだよね、俺が最初にこいつを見たときってさ、花火を避けてしまっていたとき。だから、当たらないといけないと思ってなかったときだから。だから、多分花火に当たっちゃいけないんだ。当たって中に入るけど、あいつを捕まえたければ当たらない方がいいというか、当たってはいけない。だから、どうしようもない。またあそこに行くことがあるのかな。まあ次行った時でいいか。あるのかな。まあでもいよいよラブが足りなくなったら、みたいな感じでいいんじゃないかな。ダメなのかな。ていうか今でも結構持て余してるよね。結構だってまだあと1周分あるでしょ。とりあえず一旦休んで、次なんだっけ、北の方行ってみるか。南行ったしね。東も気にはなるけど。絶妙峰の集めたラブは、玉屋平吉のハートに火がつきましたよ。それもラブ、これもラブ、そして動物はその魂からのラブです。キス、おめでとう。強強ミネのラブがまた一つ深まりました。これで強強ミネはラブレベル16、愛の師範代。次のレベルまであと4ラブが必要です。まだまだ世界にはラブが散らばっていますよ。これからもたくさんラブを集めてくださいね。あとどんぐらい残ってんのかみたいな、もうちょっと見たいよね。赤くなったらもうラスト1周ですよっていうのも分かるんだけど、あと何周分あんのかとかさ。北の方行ってみるか。北なんだっけ、聞いてくれよかったな。ない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 、うるさいうるさいうるさい、うるさいよお前。なんだよ、えウォーター。ああ、なるほど。これあれか、 MD 売ってんのか。音楽と一言で言ってもアーティストの主張とそれを受け入れるだけのリスナーの感性っていうものが、そこに作用して成り立つ、
倉庫に対応して何作業かけて、それが音楽というものに今まで淘汰されながらも続いている証拠さ。自己紹介遅れてきた僕はバン、音楽の知識に関してはちょっと自信ありかな。みたいな感じかな。1枚100円くらいだよね。ジャケットデザインで価値はもまたよし、僕の批評も参考しないよ。 MD はそんなに俺はいいかな。まだなんか気になったら買うわ。Hey boy。 何それ、空を見ろ、うつむかないでさってこと。バンドのマネージャーを務める緑黄色生物、演奏がうまくいったやつの笑顔って最高だよね。あ、これジミちゃんのデモテープ、あれGマンでしくよろね、本人団は、ほな、どういうこと。え、全然わかんないんだけど。上にもなんかいるな、何あれ、これはシトビシャス。神々しい姿ゆえ崇拝の対象とされることがあるようだが、残飯はされることから実はやましい動物とされている。いやー、なんか嫌だな。何これ、すごいのいるけど。はい、君、はじめましてね。私、アダーと呼ばれておる。名前がアダー。ブル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 。ふんぬ。君、見た感じ、病気にかかってるね。病気？体がスケスケ。うふふ。しかし喜べ、君の病気は心配ない。なぜなら実は今ここに神の使いがいらっしゃるのだ。神の使いの力ならスケスケ見え見えなどきっと簡単。本当？神の使い、ありがたい話聞きたい。ああ、まあ聞こうか。よろしい、それは昨日の出来事。近いな神の。鎧をまとった神々しいお方が突然現れて、光る鉄の棒を振りかざすと、見たことない生き物をゆらゆらと、空を飛んできた。きっとあの鎧の方は神様に違いない。ああ、勇者のことか。そしてあの生き物を使わせてくださったのだ。しかし、君も病気とはいえ、神の使いに会うとは、世俗にまみれすぎ。私の修行を行って清らかなる心になれば合わせることができるか。修行する？ああ、まあ、する？やりますか、やりましょう。最初の修行、神様ポエムを始めるかんね。ポエム？私が神様に捧げるポエムを読みます。何その、その下の句を言ってくださいみたいな、なんか大喜利みたいな話？あなたはそれと同じポエムを3つの中から選ぶの。え？ど、ん？ん？小さな間違いは見つけませんよ。同じって何？え、普通に。目を閉じるんでございます。え、カタカナ、これだろ。するってと見えてきます。するってと、心のまなこで見た。それは見すぼらしいほど美しい。あー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 、これこの広い宇宙の彼方、これ6824だったな。1234、一応短かった気がする。会ってみたいよ神様に。会ってみたいよ神様に。どう？会ってた？お見事、神様ポエムクリアだ。さてこのまま続けて、次の修行？まあいいけど、やりますか、やりましょう。次の修行は神様ボイス行くかね。え？さっきとあんま変わんなくない？ちょいと後ろに下がってくるよしょ。うん。幻隊の3人組、それ出撃い。うわぁ、ミニだ。これら私が神様の声を出します。その後、幻隊が一人ずつ真似します。どんどん幻ちゃんがきちんと真似できたか当てれば、あたり、耳だけ頼りです。ちょっと音上げるか。
それじゃあ始めるかんね。これはわかるだろう。わん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 だよ。なでるかぶるだよ。これかな。ウィンハーハーハーって言ってたよね。アジア。回数だけか。これだ。アジアだ。なんなんなん。タイミングか。あ、どんどんなんか雑になってない？あれ、ちょっと待って。あ、違う。右か。え、あ、クリアした？クリアだ。うん。参加するけど。やりますか、やりましょう。最終式を神様フェイスやるかんね。フェイス？私は後ろを向いて変装します。そして一瞬だけ前を向きます。それがどんな顔だったか幻体の中から選んでほしいのです。欲しいの。まばたきしてたら見逃しちゃうわよ。それじゃあ始めるかんね。ちょっと画面の大きさ上げようかな。ちょっとちっちゃくしてるからな。これ。これか。サングラスっていう特徴しか覚えてなかった。危なかったな。真ん中だった気がする。真ん中っていうか真ん中が空いてた気がする。メタモンみたいな感じ。修行でも何でもなくね。気づいてはいけなかったのか。歯がガッチャガチャだったけど。これ。これ。よし。うんがい。神様フェイスクリア。ようこそ頑張った。おお。見違えるように清らかになった。これ、どっちなんだ。ありがとうございます。いや、これ、こっちの方がいいんじゃない。合わせるんだったら、ありがとうございます。挨拶も清らかね。素晴らしい。ご褒美に。こんなのあげちゃおう。月の涙。それではいよいよ神の使いとご対面。あ、いやしいやつだ。ゴミあさりだ。さあ、心を込めてスケスケ見え見えと祈るのです。スケスケ見え見え。祈りが足りませんの。もっと強く強く。ああ、そういうことか。じゃあ、ここで一旦区切ろっか。ここでって感じだけど。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。